こんにちは、経済ナビ北海道です。今日の特集は、新しいビジネスモデルに挑む北海道の飲食チェーンです。6次産業化というと、農業や漁業の生産者が加工や販売に取り組むことですが、一方で飲食業から1次産業に参入する流れもあります。人口減少や少子高齢化に直面し、新たな成長分野を模索する飲食業界にあって、どのような成長モデルを描こうとしているのでしょうか。下川町で今月、真新しい養鶏場の施設が稼働を始めました。経営するのはイタリアンレストランや焼き鳥店などを展開するイーストンです。日本で一番北にある養鶏場として50年の歴史がありますが、高齢となった創業者には後継者がなく、事業の引き受け手を探していました。今回今年に限っては、大体1億5000万、で最終的にはこの3年間で約4億ほどの、投資をかけてですね。ここで鶏が産む卵、殻はうっすらとピンク色です。割ってみると、黄身はレモン色。あっさりしていそうな見た目ですが、甘くコクが深いと人気で、北海道外から定期的に注文する人も多いといいます。イーストンが銀行から事業継承の打診を受けたのは3年前のこと。1年かけて検討し、去年1月引き受けることになりましたが、今年の2月までこちら傾斜がありまして、記録的な大雪でですね、一瞬にしてぺっちゃんこ、倒壊してしまいまして、古い傾斜は野鳥や野生動物が入り込む恐れがあり、鳥インフルエンザ対策の必要もあって、すべて建て替えることを決めました。改めて自然をやっぱり相手にしてるんだなっていうことを考えたら、そこから本当にしっかりやらなくちゃいけないっていう、決意みたいなものがですね、やっぱり生まれましたね。下川町に送り込まれたのは2人の社員。養鶏や農業の経験はありません。飼育や餌の作り方、卵の選別など一から教えを受けました。この1列で約2300ずつですので、トータルで4500羽ほど飼育しています。1日2回朝と夕方に餌を、与えたりですとか、あとこの水ですね、水がきちっと行き渡っているかですとか、あとは鳥の健康状態がどうかっていうのを見ながら回ってます。施設は更新しますが、飼えないものも。この養鶏場が50年以上守ってきた酵素や乳酸菌入りの特製の餌がその一つです。2日に一度およそ1トン分を作ります。調理をやってる時には本当に塩を何グラムっていう形で調理をするんですけども、ここに来ると何百キロっていう単位で出来上がったものが1トンとかですね、もう本当に桁が違う数字が多くて、本当に戸惑ってることはありましたね。飼育数を現在の2万羽弱から3年かけて5万羽まで増やし、地元で10人ほどを雇用する計画です。ありがたいものになるだろう、そういうことを考えていくと行き着いたことがあります。私しかできないこと、それは北海道初の飲食店でございます。北海道初の飲食店、それはどういう飲食店かというと、6時間去年9月に開かれたイーストンの創立30年式典。35億円余りの売り上げを2018年度には50億円以上に増やすと発表しました。イーストンが成長の柱の一つとするのが6次産業化です。一般的には農家や漁業者が加工販売などに多角化することを指します。競争激しい飲食業の会社が目指す6次産業化の姿とは。